日本神奈川県横浜市中区長者町長者町は横浜市中区の町名。現行行政地名は長者町1丁目から長者町9丁目で住居表示は未実施。郵便番号は231-0033。面積は0.179平方キロメートル。吉田信玄を横断するように横浜駅根岸道路沿いに南東北西に細長い町域を持つ。 南東の一丁目は中村川を挟み、石川町、北西の九丁目は大岡川を挟み、日の出町に接し、その間の長さは約一キロメートル余りである。北東側は南から小峠町、大木町、大町、不老町、万代町、宝来町、羽衣町、末広町,町、伊勢崎町、福富町東通り、福富町、中津。 福富町西通り、南西側は南から三好町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、弥生町、明保野町、伊勢崎町、若葉町、末吉町に接する。伊勢崎町は2丁目と3丁目の間で長者町に分断されている。4.5丁目の境に大通公園が横切り、その地下に横浜市営地下鉄伊勢崎長者町駅がある。 JR 根岸線の関内駅へは、最も近いところで500メートル弱である。吉田神殿の埋め立て地にあり、横浜遠隔市によると1870年6月頃に、長者町の地名が付けられた記録が残っている。地名の由来は、随称地名である説と、町内の長者稲荷から取られた説がある。1889年横浜市政施行により、横浜市長者町となる。 1928年の地番整理で、宝来町、梅貝町、福富町、末吉町、若竹町、にぎやか町、久方町、足江町、雲井町、若葉町の一部、または全域を合併し、現在の姿になる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、7町目と8町目は非公表。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一丁目東側には、東京電力の中営業センター、四丁目には、横浜長者町郵便局がある。大通公園北側に、横浜伊勢崎町ワシントンホテルと隣接して、低身建築の NTT 長者町ビル、横浜駅根岸道路を挟んだ西側には、スパニュージャパンが立つ。 国道16号と交差する、長者町五丁目交差点に面して、城南信用金庫横浜支店と、国道に沿って RF ラジオ日本本社と、ラジアントホールが入る三峡横浜ビルが並ぶ。国道の反対側のウエロービルの地下には、ミニシアター、横浜シネマリンが入る。八丁目東側には、福富町方面に、清政港通りが伸びる。 かつてこの地にあった常清寺が清正公を祀っていたことに由来するが、上清寺の本堂は1970年に久保山に移転。清正公堂も1978年に常清寺の本堂に移転し、跡地は清正港プラザの名称の飲食店ビルとなった。その後、周辺地域住民からの要望により、1998年2月に、 横浜駅根岸道路を挟んだ西側の長者町9丁目にある立体駐車場の一角に清正行動部員として再建された9丁目の西側には横浜駅根岸道路に面して神奈川銀行本店がありその北側の大岡川に面した一角に立つ第10吉田高山ビルは吉田神殿の開拓に尽力した吉田官兵衛の屋敷の跡であるありがとうございます